目は覚まずみなちゃん頑張ろう。ああ釣れてるね。おやる、いいね、抜け抜け。いいよ、弱めて。ああ。釣れよ。いいじゃないですか。俺これめっちゃでけんじゃねえと思った。釣れっすよ。あのね、うん。あんまりに反動なかったんで、ブレードにした。やっぱブレードが強いね。まあまあまあ、貴重な一匹ですわ。普通に抜けたな。抜けたけど、スレアでちょっと厳しかったかな。とりあえず一匹や。なあ、血抜きだけしときね。いい、ナイス。いや、楽しいでしょ、久々に。さあ、ワンちゃん一匹釣ったで俺も釣らせてくれよ。当たらん。はい、どうも。どうも。お疲れ様でした。参りましたね。時刻はまだね、8時ですよ。まあ、日曜日で混むのは分かってたんですけど、まあ、場所もないし、4時半ぐらい来たらね、試合がすでに始まってた感がある。それがもうものの20分30分で終わったんじゃない？はいね。俺らついてから15分ぐらいだったね。なんとかね、今日はね、嫁に釣ってくれよっつって言ってきたんですけどね。何のためにつけてんの？離乳食がね、子供始まってます、はい、これはだいぶもう汚れたんで、もう捨てていいよってことだったんで、まあ、僕自由に使わさせてもらおうかなと思って、ちょっと動画に使ってます。あ、離乳食はね、最初はね、シラスとタラ、ヒラメ、タイ、白身から始まって、そっから、マグロとかね、カツオを今ちょっとツナで食べさせてあげて、そっから青魚っていくんですよ、うん、まあ希望的にはアジが釣れたらいいなと思ってきたんですけど、うん、まあサビキの人は釣ってましたね、でっかいアジ。まあ一応青魚釣れましたよ、ばあちゃんからね、サゴシが。あれいただいていいんすか？いいですよ、ちっちゃい。あれだーし、うん、うちの子に、うちの子に食べさせてください。食べれるんかな。はい。まあ、あれちょっと一回、嫁のリアクションを見て、あげてみます。お疲れ様でした。どうも。どうも。いや、辛い。辛い。僕は坊主でしたからね。そんな日もありますよ。ご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。